今回はバンコクから車で1時間半海岸沿いの町シュラチャへ。広々とした大浴場がついたサービスアパートメント、ハウマッチ。ですね、シティリゾートアットシーシラチャーにやってきました。まずですね、この向かい側にはちょっと奥見えますか、シラチャーのランドマークであるロビンソンシラチャーがあります。またちょっと見えないですけど、こっち側には徒歩5分くらいでイオンモールがあります。すごく便利な場所にあるんですね。で、後ろの看板ぜひ見てほしいんですけど、なんとこちらもちょっと見てほしいんですけど、もう日本の庭園みたいに作ってあるんですね。そう、それもそのはず、なんとここの物件は日本人の方のために作られた物件なんです。早速見に行ってみましょう。すごい大きくないですか。でまず外観もこういかにも東京とかにありそうな日本っぽいマンションの見た目ですよね。あ、ただこれ見てください、ロビー見てください、こちらです。すごく高級感があるんですよ。早速行ってみますよ、楽しみ。じゃじゃじゃーん、あ、ここはまず31階なんですけど、ちょ、すごい、見てください。何がすごいって、あの玄関あるんですよ、ちゃんと。玄関先でいきなりこんな収納いっぱいって、この廊下の感じ見てもらえますか。なんか懐かしい、すごい日本っぽい。タイに住んでるとこういうちょっと日本っぽい間取りがなかなかないので、すごいちょっと今興奮してます。え、じゃあどこから行こう。リビングですかね、やっぱりみんなのね、家族団らんのこっちです。すっごいおしゃれ、おしゃれっていうか、あのやっぱシラチャなので、見てください、すごいよ、オーシャンビュー。毎日これ見れるってことですか、海が。ちょっと開けたい。じゃじゃん、あ、ベランダも広い。やっぱりね、このオーシャンビューを見ながら生活できるなんて、もう本当に幸せすぎませんか。これすごいよ、ここ見てください。さすが日本人向けレジデンス、網戸ついてます。ここなんてもう丸ごと収納なので、ここにそこは電子レンジが入りますね。あ、電子レンジが、あ、これは普段ここにあるわけじゃないんですね。そうですね。じゃあこの電子レンジがまずこっちに来るので、はい、ここはじゃあみんな何を置くんですか。トースターがまた走り手で置かれます。あ、これからトースターが増えると、はい、で見てください、ここもう料理好きさん歓喜、コンロ4口ついてます。はい、こちら東芝の炊飯器、炊飯器日本から持ってこなくても大丈夫です。はい、シンクいきますよ。シンク結構大きくないですか、ここ。で、あのちょっとこのシンク多分大きいと思うので、フライパンで確認します。あ、こんな感じになります。すごい、ほら余裕ありますもん。多分大きめの中華鍋も入ると思う。はい、シャープの冷蔵庫も大きいですよ。で、ちゃんとレベルも5です。安心してください。じゃあちょっとせっかくなので開けちゃおうかな。はいはい、かなり入ります。もう卵も好きなだけ入れられます。大きいですね、冷蔵庫。本当になんか日本のマンションっぽい、友達の家に遊びに来たみたいです。こっちなんですけど、後ろ見えますか。海見えますし、なんなら山も見える。景色いいですね、本当に気持ちいい。ここは外出れないですよね。ここに
かベランダっぽいのがあって、泥棒みたいになっちゃいます。ちょっとテレビかなり大きいんですよ。これ何インチ？50インチ。かなり大きいですよ。次は寝室に行きますよ。こっち。まずすごいんです、このビューが。見えますか？窓が大きいのもあるけども、とにかくこのオーシャンビューを見ながら寝れるっていうところですよ。こっち窓が本当に大きくて、カーテンをグイグイグイって横まで開けると、こっちのさっきのベランダが見えるんですよ。あ、私か。なんちゃって、ね、さっきから気になってたんですけど、このクローゼットがこのクローゼットのお部屋になってるんですよ。多分ここに私が入っても隠れられる、なんかあった時にここに隠れられるやつですね。すごい。まずね、このオーシャンビューでもう気持ちが高まってるんで、すごい、もうこれだけでも幸せな、あ、いい。気持ちいいですよ。この景色見ながら昼寝することを考えたら、本当に想像しただけで幸せな気持ちになる。次も行ってみます。まずですね、じゃあさっきのリビング、ここリビングを出てすぐ右側、扉があるんですよ。何の扉なんでしょう。ちょっと開けてみます。ドキドキ。じゃーん、お手洗いです。いや、トイレって普通じゃんって見てる人思ったかもしれないんですけど、全然普通じゃないんです。タイだとトイレって大体バスルームとくっついてるんですよ。これはあの孤立型トイレ、嬉しすぎる。ちょっと入ってみよう。すごい安心感ありますね。しかもウォシュレットついてます。嬉しい。皆さんお待ちかねのバスルームです。行ってみます。じゃじゃーん。まずここからね、ちょっと日本っぽい空気がバシバシ出てるんですけど、まずここ、はい、なんかこういうタイルもいいですよね。掃除しやすいし、でプラスこの鏡のところもあって、結構ちゃんとした広さがあるのでゆっくりできますね。でちょっとこの横、私気づいちゃったんですけど、洗濯機がバスルームにある。これ多分日本だと普通ですよね。確か私の家もそんな感じだった気がするんですけど、日本で。でもタイに来てからそんな家見たことなくって、タイの普通は基本的にベランダに洗濯機があったり、あとキッチンですよね、キッチンに洗濯機があったりするので、このバスルームに洗濯機があるってありえないんですよ、タイだと。で、じゃじゃーん、こちら見てください、お風呂場です。このお風呂場の作りが完全に日本。この景色も見てください、海と山見ながらお風呂に浸かれるんですよ。風通しがあるから髪ないんです。確かに窓があるってことは、髪かな。しかも窓があるプラス網戸もあるので、ここで窓、はい、じゃじゃん、網戸。こんなバスタブのところに網戸ついてるお家見たことないですよ。ちょっとせっかくなので座ってみます。どれくらい、あ、広い、あ、てか深い。この長さは私でもちょうどいいくらいなんですけど、こう深さがかなりありますね。シャワーの水圧チェックしちゃいましょう。こっち、あー出た。おう、まあ、厚さをね、ここで調整して3秒でお湯も出るし、水圧もいい感じ。これはかなりレベル高いです。合格です。日本式の見えない扉なんですよ。わかります？あの中が見えない。ちょっと、まあ、ちょっとちょっと見えるかなくらいで、結構タイのおしゃれなサービスアパートだと全部あのガラスの扉なんですよ。おしゃれな、おしゃれすぎて。これ何ですかね、シティスカイラウンジ、気になりません？これ入ってもいいですか？はい、ありがとうございます。入っちゃいます。うわー、すごい景色、この大きな窓。
すごくないですか、景色が。シラチャービューを一望できます。さすがスカイラウンジっていうだけありますね。コーヒーマシンがあるんですけど、これは飲んでいいんですか？おお、この滞在してる方だったら飲んでいい。おお、で飲み放題で、ここも基本的には滞在してる方は誰でもラウンジ使っていい。すごいですね。でプラス、私ちょっと気づいちゃったんですけど、漫画喫茶みたいになってるんです。ほら、全部日本の漫画ですよ。花より団子とかありますし、この景色見ながら漫画読んでコーヒー飲んで、わっ、何が広がってるんだろう、この先に。楽しみですね。すごい。ここは何をされますかね。ここでヨガ教室やったりダンスの練習したりもできるみたいです。7階にですね、ファシリティがいろいろ揃ってるみたいなので案内してもらいます。お願いします。はい、入りました。わー、こんにちは。サビーさん、何があるんでしょう。おー、すごい。ここは何ですか？大浴場です、ね。大浴場です。聞きましたか？いいですか？入っていいですか？こっち。はい、じゃあ入りますよ。入ります。お、すごい。こっちですね。ここに鏡があって、ここでドライヤーしたりとかして。いや、本当に日本みたい。すごい、見てくださいよ。大きい。さすが大浴場。水風呂で、厚めのお風呂で、普通の大きい風呂。入りたい。水風呂の横にはやっぱりサウナですね。はい、こちらです。広い。見えますか？サウナ広いです。いやー、大浴場すごかったですね。またなんかあるんですか？怖いよ。開けます。お、すごい和室です。畳の匂い、久しぶりに嗅いだ。お上がりにつろいでもらえますか？あ、お風呂、大浴場から出てここで漫画がありますね。漫画読んでゴロゴロして、すごい、まさか和室があるなんて。これはまさかジム。入りました。おお、広い。でもう器具も十分揃ってるので、かなりすごい。プールあるみたいです。わー、あー、プール見てください。じゃじゃん、すごい大きい。で、これこっち横にずっとつながってるんですよ。すごい大きいですよ、かなりプールが。すごい広い。これ靴脱いだ方がいいですか？すごい広い。これ公園に行かなくていいですね、もうこれだけ広かったら。なんだここ広すぎる。見てください、かわいい。何ここ、パステルカラーで統一されてますね。なんとゴルフ練習場です。見てください、大きい、広いですよ。もう自分でゴルフクラブ持ってきてくれたらいつでも。すごい。あれ、なんかここにもなんかあるんですけど、ここなんですか？シミュレータールームになります。シミュレーターゴルフできます。見てください。すごい、本当だ。さすが日本人向けのサービスアパートということで、なんとここ日本人のスタッフさんがいるんですね。ちょっと私から質問させてもらいます。まずネットですね、インターネット料金は含んでますか？入ってます。その後電気代はどうですか？お部屋によるんですけど一部含まれてます。お部屋によるけど一部含まれてます。はい、では水道代はどうでしょう？電気代と同じですね、一部含まれてます。あ、一部お部屋によるようです。はい、でじゃあ日本のテレビなんですけど入ってますか？入ってます。民放5局と NHK はご覧になります。おお、すごい、かなり入ってますね。で掃除なんですけど、
週に何回？毎日入ります。毎日入ってくれるなんてもうやることなくなっちゃう。で、じゃあシーツの交換は週に2回。週に2回ですね。シーツの交換が週に2回。じゃあ、シャトルバスなんですけど、トクトクっていうより巡回バスという形で、巡回バスが走って、巡回するのは何時から何時ですか？朝8時から夜11時の間してます。長い。それ毎日ですか？そうですね。おー、毎日巡回している。バンコクに行くシャトルバスがあるって聞いたんですけど、それは、はい、初月火水木シーラちゃんを8時半に出るバスがあります。おー、ちょっと高そうですよね。そろそろハウマッチいきますよ。はい、難しい。えいちゃん、このワンベッドルーム、ワンベッドルーム6万5000バーツ。ワンベッドルーム4万8000バーツから。今日の動画を見ていいねと思った方はいいねボタンを押してください。これからもタイの物件情報をどんどんお知らせします。質問があればコメントもいっぱいください。チャンネル登録よろしくお願いします。